皆さんこんばんは。プロアルテムジケ白石です。本日は3回、参加になんですけれども、生配信です。3月5日、明日からですね、7日日曜日まで3日間にわたって開催します、ラインホルト・フリードリッヒ・イエルン・ベルワルツ両先生の、オンラインオープンレッスン、最後の受講生ご紹介します。北海道小学校5年生の児玉隼人さんです。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい。今日ですね、児玉さん、小学校から帰ってきて、で、こちらのインタビューに今、参加いただいてるんですけれども、で、学校から帰ってきて、一回部活に行ったんですよね。はい。今、何の部活やってるんでしたっけ？金管バンドです。金管バンド。担当してる楽器をトランペットですよね。そうですよね。で、なんかね、金管バンドのその部活、まあ、今ね、通われてる小学校にはなくてっていうことでしたよね。学校のと、い、あの、出かけてって一緒にそこでやってるっていう感じなんですか？そうです。その、その部活、何人ぐらい今いるんですかね。18人です。18人。まあ、ちょっとね、少し人数少ないかなっていう気もしますけど、ね。男の子に今何人ぐらいいるんでしたっけ。3人です。3人です。5年生、隼人君1人だけ。2人います。あ、2人ですか。3人のうち2人は同じ5年生なんですね。男子だったら、1人です。3人、5年生3人いて、男子は児玉くんだけ。5年生が2人で、男子が隼あ、ごめんなさい、そうか、5年生が2人で、そっか、児玉くんが男の子1人ってことですね。ごめんなさい、そっかそっか。で、あれですか、トランペット、まあ、普段もそうやってレッスンを受けて、で、部活でもやっていてっていうことですけども、他にもね、なんか習っていることがあるってさっき言ってましたよね。何でしたっけ？ピアノとソルフェージュ。ピアノとソルフェージュね。ライホルト先生たちのレッスンを受講していただくということで、今2回目のご参加なんですけれども、すでにね、ライホルト先生のレッスンを実際に日本で受けたことがあるんですよね。どこで受けたんでしたっけ？広島で受けました。広島でね。そうですか。で、その時に聞いていただいたの何の曲でしたっけ？たるけび先生にも受けさせてもらったスナビッシュファンタジーです。ですよね。どんなレッスンでした？なんか、すごいレッスンだったねっていう話もちらっと聞いたんですけすごい美しい演奏で、ど。ピアノ伴奏もあったので、すごい気持ちよくて、基礎練習の方をいっぱいやらせてもらって、いろんなことを学びました。すごく、ね、曲もそうですし、基礎練習にもね、すごく、時間を割いたレッスンだったっていうことですよね。まあ、今回の、3日間のレッスンもかなり基礎練習に時間を置いて、まあ、4時半からのマスタークラスより前の時間になるんですけれども、ありますのでね、ぜひご興味のある方、そちらもご参加、視聴いただければと思いますが。で、今回、そのライホルト先生に聴いていただく曲っていうのは、そのレッスンの時とまた違うね、ベーメの、トランペット協奏曲ですよね。で、この曲、いつから勉強を始めたんですか？本格的に始めたのは1ヶ月とか2ヶ月前です。今年に入ってから本格的に勉強した曲なんですよね。この曲、どこかで、なんか発表する機会があるんですか？1週間後に、コンクールの入賞者発表会でやります。あ、そうなんですね。で、今回ね、協奏曲、まあ、一応1、2楽章ということですけれども、そこでは、
もう2楽章やるんですか？2楽章もやります。あ、2楽章もやるんですか？あ、1楽章だけです。あ、1楽章だけ。あ、そうなんですね。じゃあね、1楽、その、まあ、1楽章をしっかり見ていただいてね、あの、いい発表本番迎えられるように、あの、今回のレッスン、あの、役立てていただければと思います。はい、小玉さん、インタビューありがとうございます。そうしましたら皆様、これからですね、はい、この小玉さんに、あの、トランペット協奏曲米名のですね、まあ、一楽章ちょっとだけ冒頭、あの、お聞きいただければと思います。私は一回画面から消えますので、はい、そしたら、あの、ご準備お願いします。はい、ありがとうございます。ね、あの、本番、あの、一楽章、もっと先までね、聞ける、あの、また聞きたいなと思ってましたので、あの、7日の、18時からですね、マスタークラスございます。小玉隼人さん、レッスン受けますので、まあ、米名作曲のトランペット協奏曲、ぜひね、皆さんも、あの、マスタークラスご視聴いただいて、まあ、あの、先生方のアドバイスであるとか、まあ、小玉さんのまた演奏がね、どうやってそのレッスンで変わっていくかということを、あの、見届けて、あの、いただければなとも思います。はい、ではですね、今回、こちらで、3日間のレッスン、4名のマスタークラスがあるんですけれども、最後の、受講生のご紹介ということで、小玉隼人さんに今日、インタビューと演奏いただきました。はい、どうもありがとうございました。皆さんまだ視聴券明日からの販売しておりますので、はい、ぜひぜひ、まだ間に合います。弊社の、販売サイトをご覧ください。はい、それでは本番ね、まだちょっと、いろいろ準備もあるでしょうけれど、はい、ぜひ頑張ってくださいね。楽しみにしてます。はい、はい、それでは皆さん、ぜひ明日から3日間のレッスン、ご視聴ください。お願いします。